どうもどうも、たわけどもかけイエーイ、めっちゃかけでございます。ということで、ですね、伊坂くんさんっていうね、ツイッターで、でも絵を描いてるときは違うのかな、ちょっとあれなんですけど、ツイッターでね、絵のお勉強してることで、なんていうの、イラスト、無償イラスト、イラスト描きますよっていうのをね、募集してたので、応募したんです。そして描いてもらいました。まあ他にもね、ついこの間、そして、ちょっとごめんなさい、今、ちょっと見切れちゃってるけれども、ね、ごめんなさいね、こんな感じで、描いていただいていまして、描いてもらいました。ね、こちらちょっと、かわいい。はい、かわいい。ね、アカウントチャンネルと描いてくれてる。ありがとうございます。ね、ここはね、多分ね、はるちゃんさんかな。ちょっとごめんなさい、名前ちょっと今、ちょっと調べてからよかったな。かな、ね、って感じで、こう、描いてもらう。かわいい。ねえ、おじさんをこんな可愛く描いてくれてるっていうね。もう本当にありがたい。ね、こんな感じで可愛く描いてもらいました。これもね、あ、せっかくだ、ここがいいから。ね、ですね、これね、なんでかっていうと、これね、これ、配信と、この YouTube で撮るときの、この画面の感じ。この縦横の感じでちょっと映ったり映ってなかったりするんです。で、それこれは設定すればいいんですけど、これテープで貼っちゃってるから、ごめんなさい、変な言い訳じゃなくて、これはね、こちらも今大事にちゃんと、毎回YouTube だとね映ってたり、高さがねちょっと違うから、ということでね、やってますけれども、またこちらもね、貼らせていただいてね、ちょっとね、色がねちょっとあんまりついてないんで見えづらいかもしれないんですけども、ね、こちらもね、この辺かな、これ見えないな、見えなくないですか、見えますこれ、せっかく書いていただいたから俺のアホみたいな顔をつけてもらえこの辺にこう貼っとこうかな、ね、見えますかね、だったらここかな、でもね他のね動画の時に見切れたりするんですよね、そうなんだよな、だどっちがいいのかなっていう感じですけどね、まああとは逆に上に貼っちゃうっていうのも作戦なんですけどね、この辺ね、どうしようかな、映るかな、ね、これねまたラミネートをかけちゃってるんで、データというか写真で送ってもらって、それをプリントアウトして、それをラミネートをかけるっていうね、この一手間も二手間もかかる感じで、やっちゃってるんで、どうしてもね、あとはもう光の加減か、これもね、せっかく描いていただいたね、ちょっと光の加減で見えなかったりするからな、ね、せっかくなんでね、この辺がいいかな、じゃあやっぱりね、この辺が見えますかね、この辺貼りましょうか、いや並びましたね、2つ並んで、ちょっとすいませんね、順番的にね、下になっちゃいますけども、これ貼らせてもらおうっていうね、こっちかな、はい、見えた、どうだいこれ、どうだい、どーんみたいな、した感じ、はい、というわけで、まだまだイラストは得意な方、まあ書いてあげるよってこう言ってくださるよりも、俺がお願いしてるパターンばっかりなんですけども、もう、ね、皆さん優しい、ただで書いてくれてる、ね、本当にありがとうございます、もうこうやってどんどん貼っていきたいと思いますんで、ね、人気がある人っぽいでしょ、そうなるとね、ということで皆さんよろしくお願いします、あ、概要欄にね、伊坂くんさんにね、あ、私もちょっと書いてもらおうかな、いうことで、あー、ごめんなさいね、ちょっとわかんないけども、まだ募集してました、なんでまあちょっとね、あとはもうご本人さんとやり取りしていただいて、ちょっとわかんないんでね、そこまで確認取ってなかった、俺はねちゃんと、まあ、この間、この間っていうか、でまたこの動画上げますねっていうのはねちょっとやってたんで、それ以降皆さんとのやつはちょっと分かんないけど、俺に言われてもちょっと分かんない、っていうのもありますね、はい、じゃあ以上でございます、どうもどうも、どうもかけーな、概要欄から、じゃあチェック、ツイッターだからね紹介、のとこやっときますんで、もしよかったらチェックしてみてください、ありがとうございました、さようなら、ホームランかけーな、ということでありがとうございました遅く起きた日曜日は池袋 FM
FM で川の土のに虹をつかむ男が